ミラノにあるミスシックスティの店舗ミスシックスティはイタリアを拠点とするファッションブランドである。ミスシックスティは1991年にデニムウェアを販売する企業として設立された。ミスシックスティは名前の通り女性向けのブランドを専門としており、ジーンズ、トップス、トップス、スカート、セーター、ジャケット、ハンドバッグ、靴、サングラスなどのカジュアルウェアを イタリア国内及び海外へと販売している。ミスシックスティは1990年に設立されたシックスティグループの子会社であり、シックスティグループは1500人以上の従業員を抱えている。翌年の1991年、シックスティグループはミスシックスティと呼ばれるファッションブランドを立ち上げた。ミスシックスティは国際的な注目を集めて、 急速に成長し、1992年にはアメリカ合衆国で販売を展開するようになった。ミスシックスティの製品は様々なデパートや直営店で販売されている。2000年、ミスシックスティは独自制作の靴の販売を開始した。2002年、ミスシックスティはサングラスなどのアイウェアの販売を開始、2004年には子供服の販売を開始した。 ミスシックスティはニューヨークコレクションを含む様々なファッションイベントにも参加している。ありがとうございます。